Hey, what's up, what's up? 皆さん、いよいよ東西カンファレンスファイナル始まりましたね。僕の展望、生配信の方もご覧いただけたでしょうか？まだの方はぜひこちらもご覧いただきたいなと思うんですが、ゲーム1、東西戦いましたよという中で、まあね、クイックリスポンスの僕のリアクションなんかもね、ちょっとここで皆さんとシェアしていきたいなというふうに思います。ちょっとね、B リーグも今、チャンピオンシップが行われている中で、いろいろね、こう、隙間時間にこう差し込みながら YouTube やらせていただいているので、いつもほどこう動画とか、たっぷりとした振り返りできないかもしれないんですけども、割とコンパクトめなフォーマットでね、今日はお届けしていきたいなと思います。というわけで、まずは、イースタンカンファレンスの、カンファレンスファイナル。昨日僕も NBA 楽天で解説させていただきました。ぜひね、詳しい解説の方は、見逃し配信でも見れますので、そちらでぜひご覧いただきたいなと思うんですけども。いやー、もうね、前半後半、ある意味両極端にもなりましたけども、後半のジミー・バトラー、そして怪我を押して出場した PJ タッカー、この二人のベテランに鼓舞されて、マイアミヒートが見事に押し返した。そんな後半でしたね。118対107。11点差でヒートが勝利したわけですけども、ジミー・バトラーのスタッツラインですよ。41点、9リバウンド、そして5アシスト、4スティール、3ブロックということでね。いやー、ディフェンシブな応酬になりますよという中で、結構スコアは伸びたと思うんですけども、ディフェンスからファーストブレイク、そのような形も増えたので、ハイスコアリングになっただけで、非常にディフェンスとしての中身の濃い、そんな内容だったんじゃないかなというふうに思いました。両チーム合わせて20ブロック、18スティールということで、凄まじかったですね。欠場数があれだけ増えていなければ、僕もディフェンシブプレイヤーオブザイヤーに推していた、アデバヨのブロック、あのテイタムへの2020年のブロックを彷彿とさせるような、ジェイレン・ブラウンのね、ショットをバゴンと、リムとバックボードの間に挟み込むやつとか超絶でしたし、実に凄かった。はい。ゲームが決まったのはですね、3クォーターの立ち上がり。テイタムがこのゲームで7ターンオーバーだったと思うんですけども、2連続で3クォーターにジミー・バトラーがね、スティールしましたよね。あそこで結構体勢が決まったのかなっていうふうには思いました。体勢が決まったというよりは、一気にマイアミが劣勢だったところを主導権を自分たちの方に引き込んだと。これはスポールストラヘッドコーチも、これを言っていて、実にジミー・バトラーはインスピレーショナルなあの3クォーターだったと。あの2つのスティールが、モメンタムを変えたって言ってましたね。ジミーは3クォーターだけで17得点。本当に素晴らしかったです。ジミーもこのプレイオフではね、MVP の選手の一人として挙げられますけども、このゲームでは、ベストプレイヤーだったのは間違いないんじゃないかなというふうに思いますね。はい。ただですね、僕自身、ボストンもそこまで慌てる必要はないんじゃないかなっていうふうに思った第一戦ではありました。十分彼らにも勝機があった一戦目。まずね、セルティックス、バックスとの7戦シリーズを戦い抜いた。そこで、バックスを破ったという気の緩みがあってもおかしくないんですよ。緊張の糸が切れるみたいなね。そういうのは一切感じられず、いい状態で入ってきた。はい。そういった意味ではセルティックス非常に良かったと思いますね。で、重要なスターター2人が欠場しましたよね。スマート、ホーフォードが欠場していたわけですよ。そして、ボストンはね、この、ゲームの中では、実に4クォーターのうち3つのクォーターで自分たちの方が、得失点差では上回っているわけですよね。こういった様々なポジティブな要素もあるわけで、あの3クォーターが改めていかにビッグウェーブだったか、39対14。ちょっとね、ボストンはこう、リードした後に爪の甘さが出てしまう。テイタムのスティールされたパスなんかも、どちらかというと、ジミーもね、そこを伺ってたのは素晴らしかったですけども、こう、チラッチラッと目線を伺いながらね。だけども、どちらかというと、テイタムが、あまりにも安易にパスしてしまったかな、というような印象でもあったわけですよね。そういったことを考えると、セルティックスの内容も、十分勝つのに、値するような内容だったのかな、というふうに思ったんですね。そして、ヒートは引き続き、ホームではこのプレイオフ、負けなしを維持したわけですよね。で、そこで一旦立ち止まってみるとね、ヒートは、ある意味ホームコートアドバンテージを守らなきゃいけない。まずはシリーズ初戦ですよね。逆にここで、ヒートが敗れていたら、いや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 、てんやわんやだったのかな、とも思ったりしますね。
さあさあさあ、でも勝ったのはヒートということで、ヒートが勝った要因を一つ挙げるならば、3クォーターのそのジミーのスティール2つもそうですけれども、4クォーターに入ってジミー・バトラーが徹底的にプリチャード、そうボストンが、ガードのプリチャードを起用していたんですけども、彼をピックアンドロールのターゲットにしていました。10回ほどピックアンドロールのターゲットに4クォーターだけでしたのかな。でそこから7回ダイレクトなアタックにつなげているんですけども、13得点になっているという、統計になっていますね。これはね、僕もゲーム中の解説で、コメントさせていただいてますけども、まあ大問題になったわけですよね。で、もちろん、これね、じゃあスマートがいれば、スマート対ジミー・バトラー、そこってそんなに狙えないんじゃないっていうところにもなるので、まずスマートがどこで戻ってこれるのか、これはね、引き続き、最新というか直近の情報をチェックしていきたいなっていうふうに思いますし、まあ、ホーフォード不在で、まあ、ちょっとね、スリーポイントショットもボストンとしては、非常に確率の低い 32.4% と、はい、マイアミも 33.3%、どちらもね、スリーポイントが大事になるこのシリーズの中では、どちらも突出した数字ではなかったんですけども、まあ、ボストンにとっては大きく響いた。で、プリチャードを入れてる要因っていうのは、オフェンスでテコ入れしなきゃいけないなとユドカさんが思っていたと思うんですよね。その中で、スマートだったらしっかりとピックアンドロールで循環も作れる。まあテイタムのターンオーバーもポイントガードを担わなきゃいけない時間が増えたから、その負担増によるターンオーバーもあったと思うんですよね。スマートはこのリーグでも過小評価されているピックアンドロールの、まあ、プレーメーカーだと僕自身は思っているので、そういった意味で、彼の不在っていうのが終盤に響いたし、ディフェンスを選ぶか、それともオフェンスを選ぶか、この二者択一を迫られると非常にこうヘッドコーチとしては特にカンファレンスファイナルぐらいのレベルになってくると難しいのかなっていうふうに思います。もうコートに出ている選手がみんなツーウェイプレイヤーと呼べる、そういった選手ばかりを常に5人入れておけるチームがやっぱり、優勝への確率が一番上がるんじゃないかなっていうのが個人的な見立てなんですよね。でプリチャードは個人的に言うと、オフェンス面では、十分その期待に応えたと思うんですよね。その他の部分でチームがあと一歩足りなかった。だけども、次のゲームでもホーフォード、スマートとかが戻ってこれないと、この問題は引き続き、まあ、ボストンとしては、課題になっていきますので、それ以上にオフェンスのパフォーマンスを上げたりだとか、スリーポイントのパーセンテージ、ターンオーバーをコントロールしたりだとか、こういったことが必要になっていくんじゃないかなと思います。はい、というわけで東のゲーム1はこんな感じで、今日はね、取っ手出し、一番最初にこのチャンネルを作った時のかなりレトロな感じでね、久しぶりにホワイトボードにこうマジックでコートを書いて、マグネットも、用意させていただきました。こんな感じでやっていきたいと思うんですけども、はい、このチャンネルまだ登録されてない方はぜひ登録していただいて、そして高評価、コメントなどお待ちしています。そしてね、チャンネルスポンサーしたいという方、はい、これ初めて言うかな、お待ちしています。なんか海外の YouTube とか見てるとね、結構そんな感じでこの番組の途中ぐらいにこう差し込んできますよね。僕も一応YouTuber の端くれなんで行ってみました。でもね、応援は大歓迎なので、まあ、考えてくれる人がいたら、うん、ぜひ、コメントなどでお願いします。はい、SNS、Twitter、Instagram などもやってますよ。はい、ね、ではね、ダラスと、それから、ゴールデンステイト、こちらの方のね、争いに移っていきたいと思うんですけども、カンファレンスファイナル展望をした時に、ダラスのディフェンス、まあもう少し皆さんにね、こう、ローテーションが激しくなったよ、徐々にフェニックスがやることに順応し始めたよっていうことを言ったんですけども、ルカ・ドンチッチがターゲットにされることを回避するために、じゃあ何をやったのっていうのもね、もうちょっと皆さんに解説しておくべきだったなっていうのはちょっと反省していたんですね。で、このように準備しました。このピンクのマークがついているのがルカ・ドンチッチになります。このオレンジの選手はボールを持っている選手ということで、今ね、ルカがついているクラウダーがボールスクリーンに駆け上がっていくとしましょう。はい。で、まあ、クリス・ポールとかブッカーがこれを使いますよね。こちら方向に移っていって、ルカ・ドンチッチとのスイッチを作れたら、はい、そこで1対1、どんどんアタックしますよっていうのが一つの狙いでしたよね。まあ、これ本来クリス・ポールやブッカは右に行きたいので、右方向に行かせるスクリーンなのかなと思うんですけども、そんな突っ込みはさておきですね。まあ、ルカがクラウダーについてます。
ボールスクリーンをかけに行きます。でゲーム 1-2 の時は先ほどのようにまずスイッチして1対1本当に狙われてしまいましたし、例えばここで行ってルカがちょっとこっちの、まあ、ドロップ気味に守ってこの選手がチェイスするとクラウダーがピックアンドポップでここに行きますよね。でボールがクラウダーに飛んでクラウダーが、はい、ルカ越しにスリーポイント決めるだとか、ルカがこの横方向へのクローズアウトが長くなってクラウダーも素晴らしかったドライブをボーンと決めて、はい、ドライブを決めたり収縮すればキックアウトみたいな形になってしまっていました。じゃあ、ここをダラスがどのように修正したのかっていうと、スクリーンが起きます、ルカはもう少し高い位置でヘッジ、ちょっとだけ自分の体を見せてボールの進行を遅らせます。でここでこの選手が出てくるんですけども、このダブルチームあんまり強すぎると当然完全にノーマークになるんですけど、その時にこの選手、まあ3秒ルールギリギリにならないようにね、この選手もちょっと高めにして、でこの選手はフリースローラインぐらいにして、クラウダーが行くエリアに対してこの選手がもういるようにするわけです。はい。で、このボールがこうドリブルしてる間にこの人はリカバリーして、徐々にルカがヘッジ&リカバリーの準備をして、ボールが飛んだらボールが移動してる間にディフェンスは移動するんですよ。はい。ルカはもうマッチアップに戻ってるっていうような形が、ありました。これをまず狙っていましたね。ルカのピックアンドロールのポジショニングをまず変えたっていうことです。あとはこのボールが飛ぶとき、ボールが飛ぶときにですね、この選手たちは強めにやっていて、まず鉄則はこちらボールに2人集めていますね。ということはどこかに数的優位があるわけで、じゃあその数的優位をどこに与えるかって言ったら、まあ、バスケットの定石は一番ボールから遠いところ、ウィークサイド、ここが2対1になってますね。ただこの選手たちは実はもうローテーションに入り始めてる段階なんです。ゾーン気味になって、じゃあボールがこっちに飛びましたよ、ルカはまだここにいますよ、じゃあルカこっちに走らせる、いやいや疲れちゃうよね、この選手行きましょう、この選手ここ行きましょう、この選手ここ行きましょう、ボン、ローテーションを崩そうとボールをこっちにやってる間にどんどんオフェンスがルカから遠くなっちゃうというのが、まあ、ある意味ジェイソン・キッドが使ったマジックだったわけですよ。じゃあゴールデン・ステイト・ウォリアーズとの展望の中で、僕はウォリアーズのシステムに慣れる、順応するにはちょっと時間がかかるんじゃないかなっていうことは申し上げました。はい。それでもね、ダラスイン6を、まあ、予想していて、ちょっと今内心ドキドキはしてるんですけども、なぜかというと、フェニックスはある程度こう緻密に緻密に緻密にこう遂行してくるわけですよ。ただしイレギュラーさは少ないんです。逆にゴールデンステイトウォリアーズは組織的なカオスとステフカリーが言うがごとくですね、まあ、イレギュラーさをどう制していくか。私たちはいつもイレギュラーにプレーしますよ。あなたたちはこのイレギュラーさ、カオスに対応できますか。私たちはカオスの住人ですというのが彼らの非常に得意な、得意っていうのは好きだ、好きっていうか上手だっていうことと、またリーグの中では異質というね、2つのダブルミーニングに意図せずなりましたけども、非常に得意な部分ということで、はい、ゲーム1がやってまいりました。うん。はい。まあね、ゲーム1、非常にね、面白い、シリーズに、まず初戦になりましたね。で、マッチアップの部分で、ゴールデンステイトウォリアーズ、非常に特徴的なマッチアップをまず使いました。ドレイモンド・グリーンをブランソンにつけましたね。はい。これは僕も、展望生配信でちょっと可能性あるんじゃないか、やってみても面白いんじゃないかと言った、ブランソンのプレーは、ボールを持って切り崩すこと。ドライブメインなので、キャッチ&シュートのスリーも確かに上手だけど、彼には不慣れな役割をしてもらおうということで、ドレイモンドはいろいろカバーリングディフェンスもしながら、ブランソンから時に離れてもディフェンスするんだけど、ブランソンにボールが飛んでキャッチ&シュートには最後詰めていく。ただそれはブランソンは不慣れなプレーなので、ちょっと心地よくさせないっていうことも、やったと思うんですよね。はい。これが、まあ、僕自身はすごい、いきなりマッチアップからしてゾクゾクさせられる部分でした。そして、はい。ここは予想通り、アンドリュー・ウィギンス、レギュラーシーズンでも非常にルカ・ドンチッチに対していい仕事をしていたウィギンスをつけましたね。うん。でね、ルカはそのまま自分がディフェンスになるときはウィギンスをについて、そしてブランソンもドレイモンド・グリーンについてました。でカリーに誰がつくのっていうところで、まあブロックがついたんですが、まあカリーのね、こう時空を歪める力というのは最終的に、まあ誰がついているのって実際イニション
マッチアップ、その最初の、まあ、オフェンス、はい、始まりますよっていう時のマッチアップっていうのは、まあ、合ってないような、ものなのかなっていうふうに思いましたね。うん。でね、この、まあ、ゲームの本筋に入っていく前に、まあ、前半だけ見て感じたのは、ルカが休む時とカリーが、休む時っていうのは、基本的にキッドは、同じにしたいんじゃないかなって思いました。はい。フェニックスがルカを攻め立てた。そして、ダラスは、クリス・ポールを攻め立てた。この前のね、カンファレンスセミファイナルで皆さんお分かりの通り、一人の、まあ、ある意味ディフェンスで脆さもあるような選手をついていく手法というのが非常に大事になるわけですよね。もうこれだけスイッチするチームがたくさんいるので。そうなった時に、カリーがコートにいる時に、ルカを休ませているっていうのは1秒たりともあってはならないっていうのが、前半の、ジェイソン・キッド、ヘッドコーチの考えだったのかなっていうふうには思いました。はい。まあ、そんなことも踏まえて、じゃあ、ゲーム終わって、どんな印象を持ったのか。はい。今日はね、深掘りっていうよりは、まあ、僕の、リアクション、印象をお話ししていきたいと思います。まず、ゲームは、終わって、さすが、ゴールデンステイトウォリアス。いや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 、そうですね。ずこうみたいな感じかもしれないんですけども、まずね、ルカ・ドンチッチを攻め立てるっていう意味で、まあ、まずウィギンスがルカに対して攻めていったっていうことも、この後話していきますけども、それと同時に、やはり異質というか、得意なチームなんだなって思うのは、ルカをターゲティングにすることをオフェンスのベースとしていない、そのシステムの強さにあると思います。これは2015年にウォリアーズが優勝して以降ですね、みんながこうゴールデンステイトに対してスイッチスイッチスイッチを仕掛けてくることになったんですね。で、当時まだノビツキーなどもプレーしていたんですけども、ダラスのカーラーレさんなんかがやったのはスイッチして、どん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 スイッチされるとですね、プレイヤーの修正で、いやミスマッチがあるところにボールを預けて1対1しちゃうんですよ。だカーヘッドコーチはこれが大嫌いで、システムが止まる、ボールの循環が止まる、絶対やめるなっていうのを、続けて続けて、このチームをずっと構築してきたわけで、このゲームでもそれが見受けられました。決してルカだけをターゲティングにする、ブランソンだけをターゲティングにするんじゃなくて、やはり自分たちのスプリットアクションやパッシングゲーム、そしてカッティング、こういったものを、意識しましたね。それによって先発、全員が2桁。プールも19得点に乗せて7人が2桁。アシストは24。ファーストブレイク18対7。はい、ドレイモンド・グリーンのボールプッシュ。素晴らしかったですね。絶対にダラスに対してはトランジション、勝する、トランジションで勝利しなければいけないウォリアーズだというふうに思います。そしてね、ダラスもね、このようにいいローテーションもしてたんですよ。ルカがアイソレーションさせられた時には後方支援もしっかりしていました。ただね、抑えた。止まったと思っても次の波が絶えない。本当に24秒守るのは至難の技だなと思いましたし、カリーのね、リロケーション、こういったものもね、素晴らしかったですね。やっぱりカリーの他のボールハンドラー、強大なボールハンドラーやシューターたちと一番違うのはオフボールのムーブメントです。これにね、アジャストするのがどのぐらい時間がかかるのか展望でも話しましたけども、これ次第でやっぱりダラスの勝機っていうのは大きく左右される。これに、まあ、2試合かかるのか、それとも次のゲームの、まあ、前半だけでは慣れるのかっていうのはすごく大きいと思いますね。あと、マクシー・クリーバーですね。マクシー・クリーバー、3ファールで出場時間が18分56に、とどめられてしまいました。やっぱり彼が25分以上出ていた、このプレーオフ。このシリーズなんかはもう30分台後半出なきゃいけないと思うんですけども、彼のファールがかさんだのも、このシステムへのアジャストメントというところに僕は感じました。はい。じゃあ、ウォリアーズ、鍵の MVP、ルーニー素晴らしかった。ウィギンスと、はい、ルーニーで、ピックアンドロールドロップして、サンドイッチして、なるべくルカを気持ちよくさせませんでしたね。そして、レイトスイッチなどもして、ルカとのスリーポイントラインでのワンオンワン。ルカはスリーポイントも10分の3。その他のエリアでも全く気持ちよくプレイできませんでしたし、バスケットの周り、制限区域内のショットが、一本も、記録されていません。うん。これはね、すさまじいディフェンスだったんじゃないかなっていうふうに思います。うん。そして、ルーニーとウィギンスでこの気持ちよくさせなかったんですけども、ルーニーの体力が果たして、うん、これだけ続いてくれるのかなっていうのはちょっとあります。うん、相当ルーニーが頑張りましたよね。じゃあ、スモールラインナップで、ポーター・ジュニアだとか、そういった選手も入れました。
うん、こういったところは、今後ね、どうなっていくのか見ていかなきゃいけないですし、まあ、ドレイモンドがファールトラブルだったのでそれはできなかったかもしれませんけれども、まあ、ルーニーの代わりにドレイモンドセンターっていうのも、まあもっと増えるかもしれませんね、うん、はい。あとウィギンスのオフェンス、ルカを徹底的にターゲットにしたわけではないんですが、フィールドゴールアテンプトはチームナンバーワンの17本、そこからね非常に、効率よくショットを決めてましたね。スリーポイントも8分の3、これは9大点だと思いますし、19ポイント、出場期間中のプラスマイナスはプラス28とチームで最大でした。ルカを守るという大仕事を担いながら、ルカをオフェンスでも体力消耗させるという、まさにね、うってつけのプレイヤーだったのかなというふうに思います。で、特にね、ゴールデンステイトウォリアーズのシステムをもう一つ象徴するのが、そのミッドレンジショットの確率の高さだと思います。で、これはクレイ・トンプソンのこうミドルポストとかでのポストアップというよりは、カッティングの中から生まれているミッドレンジだとか、あとは今日はね、ウィギンス、これは本来のシステムではないかもしれないんですけども、ウィギンスがピックアンドロールなどを使った時には、ルカがアンダー、スクリーンの下をくぐりましたので、ウィギンスがそのままミッドレンジでプルアップ。はい、ウィギンスというと、まあ、今シーズンね、オールスターにも選ばれた、ね、ゴールデンステイトウォリアーズでキャリアをリバイバルさせた、まあ、名ロールプレイヤーというような、そういった立ち位置に変わってきましたけども、まあ、かつてはあのミネソタティンバーウルブスではフランチャイズプレイヤーとしての期待もかかったほどの選手ですよね。なのでそのシュートの分布、あの当時なんかも思い返してもらえると、結構そのミドルレンジのプルアップも多かった。僕はね、彼にはちょっと荷が重いかなっていうのは当時思っていましたけども、ここでまさか生きてきたみたいなところはあったと思います。で、チーム全体でミッドレンジが21分の14、これが 66.7% で決まりました。はい。でね、ピックアンドロールから狙う、フェニックスの例えばクリスポールのエルボーフリースローラインジャンパーだとか、デビン・ブッカーのベースラインプルアップとか、そういったものとはちょっと異質なカッティングからのミッドレンジもたくさんあるわけですよね。うん。まあ、これをまたね、どういうふうに守っていくかっていうのは、ダラスは非常に問われていくのかなっていうふうに思います。まあ、ミッドレンジが 66.7%。これはね、ある意味高すぎるような指標ですけども、まあこれが高い確率で今後も決まっていくと、やっぱりウォリアーズとしては、うん、自分たちの気持ちいい、ダイナミックなオフェンスが展開していけるのかなっていうふうに思いましたね。カリーはこのゲームを終えてですね、やるべきことをやった。で、4日間の休養明けのパフォーマンスとしては、チームの競争心がよく現れたというふうに言っていて、まあ彼もまたチーム最多のリバウンド12本ですか、もぎ取って、ここで貢献していましたね。うん。まあもちろん後半、まあ前半スプラッシュブラザーズは低調だったんですけども、後半は得点での活躍も本当に素晴らしかったです。さあ、ダラスに目を向けるとですね、スリーポイントの低調さがまず目を引くと思います。フィールドゴール86本のうち、スリーポイントが48分の11。まあ、半分以上スリーポイントを放っていきました。じゃあこのショットセレクションはどうだったのっていうことを、言われるかもしれないんですけども、1クォーター19分の3、1クォーターから凄まじいペースでスリーポイントを打っていた。ただこの確率に終わらなければ、僕はルカの負担はもっと減ったと思うんです。なぜならオープンショットは結構多かったから。試合後の会見でジェイソン・キッドも同じような趣旨の発言をしていました。そして試合を通じてですね、コーナースリーポイント、このリム周りに次いで2番目に、まあ、バスケット特に NBA では狙いたいと言われているコーナーのスリーポイントがなんと12本もあったダラス。ただ決まったのはわずか3本。逆にゴールデンステイトウォリアーズは4本放って2本成功ということで、ね、やっぱりあのシュートの質、これね、オープンなショットもたくさんあったし、コーナーのショットもたくさんあったわけですよ。うん。なのでね、ちょっと今日まだトラッキングデータが NBA まだ、集計が終わってないんでしょう。ポテンシャルアシストといって、ルカのパスが、シュートが決まっていたら本来どのぐらいアシストがついたかという指標もあるんですが、ゲーム2、僕が、NBA 楽天さんで解説させていただくので、それまでにはちょっとここ調べてまたお伝えしたいなというふうに思います。なのでね、スリーポイントにもっとドライブを織り交ぜることはもちろん必要ですけども、例えば2クォーターはルカが冒頭から休みました。その時間帯にブランソン、そしてディンウィディで差を詰めたりもしていたわけですよね。これは非常に明るい材料だと思います。はい。引き続きブランソン、ディンウィディには積極的にプレーしてほしい。と同時に、はい。あまりにもショットを外してしまうので、無得点に終わる時間が、やはり前半も後半もこう、散発的にですけども、2分半、3分、
1分半とか続いちゃいましたよね。こうなってくるとね、やっぱりウォリアーズ相手には許されないことなんじゃないかなっていうふうに思いましたね。3クォーターなんかはまさしく、ステフ・カリーとかが、そしてクレイの2本連続のフリースロー、ファーストブレイクにつながるようなね、ビッグウェーブを作っていたのが印象的でした。はい。ちょっとね、スリーポイントの話に戻るんですけども、チームメイトのスリーポイントが入らないかということで、やっぱりルカが自分でこの決着をつけなきゃいけないっていう意識がやっぱり強くなりすぎたのかなって思いました。それが3クォーターだけでの4ターンオーバー。で、さっき言ったクレインの2回のファーストブレイクにつながる2連続ターンオーバーもルカでした。まあ、ここがね、ゲームを決めたと言っても過言ではないのかなと思うので、まあ、ルカがやってることに対してやっぱりチームメイトがね、しっかりオープンショットを決め続けるっていうのは大事だと思います。はい。あとはね、ステフ・カリーへの、まあ、ターゲティングですね。ピックアンドロールで彼のディフェンスの部分をどうついていくかっていうのはすごく大事な部分なんですけども、ちょっとトーンダウンしてしまったのかなっていうふうには思いました。うん。でね、こう、例えば、ルカが今度オフェンスにいて、まあ、スイッチでも、こう、ルーニーがつくとするじゃないですか。まあ今、ルカがまあボール持ってる側になっちゃうんですけど、ルーニーがついた時に、まあそのまま1対1やるのもいいんですけども、例えばですよ。例えば、カリーに疲れている選手とかが、もう一回スクリーンに行って、カリーにアタックさせるなんてことも、まあ前半やってたりだとか、それこそフェニックスの時は、こう、エイトンがスイッチしても、またクリス・ポールのとこつくっていう、連続スクリーンみたいなやってたんですけど、ちょっとなんか減ってた印象なんですよね。まあもちろんこれをされる前に、あ、落ちちゃった。ターンオーバー。これをされる前に、ゴールデンステイトも、この、カリーがここに含まれないように事前にそれを回避するっていうプレースイッチのレベルもすごく高かったのかなっていうふうには思いましたね。はい。というわけで、ダラスとゴールデンステイトウォリアーズのゲーム1、こんな初感でございますけれども、まあ、プレイオフ、ファーストラウンドもセカンドラウンドもダラスは初戦を落としているんですよね。はい。まあ、これを聞かれたジェイソン・キッドヘッドコーチは、初戦を落として優勝したチームがある。これは僕らにとってはポジティブなことだな、なんてことは言ってましたけども、まあ、2011年のダラスの、はい、マイアミヒートに対する、NBA ファイナルのことを言ってるんじゃないかなと思いました。はい。まあ、ダラスのね、調整力にも期待したいと思います。で、クリバーがコートにやっぱり立てないと、うん、このシリーズは、突破っていうのは危うくなっちゃうんじゃないかなっていうのも最後に付け加えておきたいと思います。ゲームは112対87、ゴールデンステイトウォリアーズ。うん、さすが。と言わざるを得ない見事な力でしたね。さあ、ここからシリーズどうなっていくのか。まあ、やはりプレイオフはですね、どちらもまずホーム、コートを守ったわけですけども、プレイオフで常々言われるのは、アウェーのチームが勝って初めてシリーズが始まるんだ。ということでね、次のゲーム2でボストンもしくはダラスが勝つのか、それともゲーム3で、ね、例えば、3連勝するような形が起きてしまうのか、この辺はね、引き続きシリーズ楽しみにしていきたいなと思います。というわけで、駆け足でゲーム1リアクションズでした。皆さん、はい。いつもお付き合いありがとうございます。もう少しでチャンネル3万人いくと思うので、3万人達成したいなぁ。今シーズンいけるかな？ぜひお願いします。というわけで、今回もチャンネルチェック、ビッグ感謝でした。また次回お会いしましょう。See ya!